フライドチキンとは、鶏肉に小麦粉などから作った衣をまぶして、食用油で揚げた料理。4世紀の古代ローマの料理本、アピシウスには、プルム・フランテンイオネムと呼ばれる揚げた鶏肉のレシピが載っている。アメリカにおける、フライドチキンの起源は、アメリカ合衆国南部の黒人奴隷のソウルフードにある。スコットランドでは、イギリス風の役、 または茹でる鶏肉の食べ方とは異なり、揚げる調理法が一般的であった。アメリカ南部に移民したスコットランド移民の軽肉料理がアフリカ系アメリカ人の使用人に伝わり、現在の調味料やスパイスを使用したアメリカ風フライドチキンの調理法が形作られたと言われている。ブロイラー法登場前は高級品であった鶏肉は胸肉などが白人に供され、 骨の多い部位の調理法であった。フライドチキンはアフリカ系アメリカ人だけが食べるソウルフードであった。彼らが白人農園主の邸宅の台所で調理を任されていた背景からヨーロッパ系アメリカ人の食卓にも上るようになり、フライドチキンは南部の白人食文化にとっても欠かせない料理へと変化していった。調理方法として湯通しが基本である中華料理や、 天ぷらが高級料理に位置づけられていた和食と対照的に、欧州の料理では昔から一般に揚げ物は労働階級や低所得者の食事とみなされてきた。これは鮮度の落ちた食材や骨や皮の多い食べづらい安価な部位も長時間茹で揚げることで食べることができるという理由からである。さらにフライドチキンには骨付きの手羽や足までも使用されており、 これらはナイフとフォークで食べることができないため、西洋においてはスープを取るのに用いる程度で通常は捨てる部位である。歴史的には20世紀中頃までアメリカでフライドチキンは南部の黒人の好物として偏見の目で見られ白人富裕層は食べることはなかった。アフリカ系アメリカ人のステレオタイプで好物がフライドチキンとされるのはそこに由来する。 フライドチキンがアメリカ中に広がり、現在では代表的なアメリカ料理として世界中で受け入れられるまでになった背景にはファーストフードチェーンの影響が大きい。日本のフライドチキン販売業者は日本ケンタッキーフライドチキンがシェアを占めている。日本では鶏肉の揚げ物が食べられており、1970年の大阪万博に同店が出店し、 その年の11月21日に名古屋に出店。その後は日本各地に店舗を広げていった。その後商業的にフライドチキンへ参入する会社は少なく、ロッテリア、モスバーガー、スカイラークが参入した程度にとどまった。また、全2社のファーストフードチェーンでもフライドチキンが主力商品になるには至っていない。そのためしばらくフライイコール、KFC の図式は続いた。 2000年10月10日に沖縄ファミリーマートで骨付きのフライドチキンを発売。2004年10月にファミリーマートがフライドチキンを刷新。同社社長の上田淳二が伊藤中商事在籍時に約30年にわたり畜産事業を担当したノウハウを生かし、2005年度に6000万本を売り上げ、販売本数は KFC に続き国内2位となる。 さらにローソンもフライドチキンに参入し、半年で2000万本の売り上げを記録。こちらは、社長の新郎武氏が、三菱商事在籍時に、KFC を担当し、社外取締役を務めた経歴がある。ヤンニョムチキンチェーン店のフライドチキン店は1975年に誕生、1980年代に、 ヤンニョムチキンが登場するようになり1984年には KFC が出展するなどフライドチキンが普及した。サッカー、野球などのスポーツ観戦にはビールとフライドチキンが定番となっていてこの組み合わせはチキンと韓国語でビールのメクチュの頭文字をとってチメクと呼ばれる。近年では気象点取りという造語が生まれるなどフライドチキンは韓国人にとって 非常に身近な食べ物である。この言葉の意味は、公務員になるか財閥系の大企業に入る以外は、たとえ大学を卒業就職しても、最終的には、リストラに会い、フライドチキン店を開く羽目になるというもので、韓国社会の現状を皮肉った若者言葉とされている。2017年には、フライドチキン店が4万店以上あり、これは、 世界中にあるマクドナルドの店舗数35,429店を上回る。そのため競争が激しく2016年の統計では新たに出店した数は3,980店、閉店した店は2,973店となっている。過剰とも言えるフライドチキン店の背景には韓国の自営業率の高さが関係しているアジア通貨危機により職を失った。 人たちが消費本と少ない手までできるフライドチキン店を選んだためである。骨付きのフライドチキンでは食べる際に手が汚れないように持ち手となる骨の先端の部分にマンシェットが取り付けられることもある。ありがとうございます。